はい、コタパパアウトドアチャンネル、お父ちゃんです。はい、というわけで今日は、9月の16日ですね。16日、今日から2泊3日で、キャンプに行きたいと思います。で、場所は那須高原にあります、カナドキャンプグランド。去年の夏できたばかりのキャンプ場で、すごい綺麗と評判です。そこで、キャンプ、2泊3日。思います。じゃあ行きますよ。レッツラ、
はい、設営完了。カメラ落ちてる。さっき何やったの？バイバイ飛んでる？うん。なんか俺の携帯がすっげえ熱いのはお前のせいだね。じゃあ。はい、設営完了しました。なんか今ゴロゴロ言ってるんで、タープを急遽張りました。今日はこんな感じ。ツールームにタープ。で、ポータが。今日はベッドと寝室で寝れるようにエアマットを持ってきました。これで痛くないです。こういうスタイルで今回も行ってみましょう。やりますよ、はい、レッツラ。じゃあちょっとお父ちゃんシャワー浴びてくるの。せざくシャワー浴びてきます。設営でせざくです。シャワー浴びてきます。あー、そこが広場になってんだ。全然綺麗じゃん。じゃあ閉めるよ。はいはい。